はい、皆様こんばんは。今日もですね、夜のハウスからお送りしたいと思います。今日は朝からゴルフコンペに行った後にですね、2時に終わって猛ダッシュで阿蘇のふもとまで胡蝶蘭の配達に行ってきて、今帰りです。はい、途中でね、まあ、気分転換ですね、心の選択で雄大な阿蘇の景色を眺めながら椅子に座ってママチャーとちょっとね写真なんか撮って気分転換してきました。まあ気持ちがいいです。皆さん心の選択ね、非常に大事なんで、たまにはですね、自然でも眺めて、この慌ただしくなってくる11月、12月に向けてですね、まずちょっと心をですね、ゆっくりさせてください。ね、森とかいろいろ見れない人はですね、僕のこのチャンネルでたくさんの植物たちを見て、少しでも癒していただけたらなと思います。はい、ということでですね、今日はこちらの植物やりたいと思います。じゃん、もう皆さん分かりますよね。こちらが幸福の木、そしてこちらが広場ドラセナ。パッと見よく似ています。同じドラセナの仲間です。特にこちら広場ドラセナね、コルジリネとかいろいろありますが、僕はですねあまり詳しくありません。詳しくありませんというのはですね、この何ですか、コルジリネとかドラセナとかですね、いろいろこう種類分けがあるみたいなんですよ。僕はね、そこの中身まではですねあまり詳しくないので、この辺はねちょっと省略したいと思います。詳しく知りたい人はですね、僕のコミュニティ Facebook 千山社長の観葉植物ラボ、こちらの方にですね入っていただけると、もうねコルジリネマニアの方がかなりいますね。パンテーラさんという人がですねいますので、その人にね聞いてください。そしたらいろんなことをですね細々と教えてくれます。僕がここでいらぬ発言をしたらですね、社長それは違うということがですね言われちゃうので、僕は今日広場ドラセナと幸福の木ということでですね解説していきたいと思います。はい、じゃあね、この2つ見た目ねそっくり、でも全然ね性質が違うんですよ。どう性質が違うかというと、まずこちら幸福の木は寒さに非常に弱いです。なので今から先冬になったらねとても気をつけなければなりません。そしてこちら広場ドラセナ、非常に寒さに強いです。なので寒い場所ね、暖房が効かない場所なんかにはこれ冬場は最適な植物です。逆に言うとですね、寒さに強すぎるので暖かいところに置きすぎると逆に傷んでくることがあります。暑すぎるとですねこちら肌荷が出やすいです。なのでこうやってね葉っぱの裏とかにザラ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 でついてくるんで、暖かいところに置いてる人はしっかり葉水をあげたり葉っぱをしっかり拭いたりしなければいけません。やっぱりね暑いところに置いてるとこう葉っぱ茶色くなってきたり、この端の部分からですね傷んできたりする可能性の方がとても高いです。寒さに強い分、寒い場所に置いているので水をねガンガン吸うということもですねあまりないので、乾かし気味にしながら冬場割と寒いところで簡単に育てれるのがこの広場ドラセナです。逆に先ほども言ったように幸福の木は暖かいところで育てなければいけません。なのでこれだけねどちらもですよ、どちらもなんですけど葉っぱがこれだけ多いです。このドラセナ類というのは葉っぱがこれだけゴージャスなので、しっかり茂らせたまま成長させるというのが一番正しい育て方です。これが葉っぱが少なくなってですねしょぼくなってきたらやはりね寂しいです。だから皆さんこの葉っぱがこのボリュームを保てるようにね頑張りましょう。幸福の木
寒さに弱いので暖かいところで育てるわけですが、これだけ葉っぱがついているので水分はやっぱりしっかり回してあげなければいけません。乾燥にはね意外に強いんです。なので割と水切れさせてもね案外生きてるんですけど、注意点、ここが注意点なんです。案外乾燥に強いので水を切らせすぎて傷ませる人が多いです。特に冬は暖房が効いている暖かい室内ではこれだけ葉っぱが多いので蒸散が多いですよね。だから皆さんが思っているよりすごく水分取ります。だからお水もねしっかりあげてください。水溜めていて大丈夫です。うっすら溜めるぐらいの方がですね幸福の木いいんですけど、そのうっすら溜めたお水がしっかりなくなって上が若干乾いたなと思ったら湿っていても水あげて大丈夫です。そしてそれがですねすぐなくなる、ね、またあげる、これを繰り返してあげる、こういうふうにするとね幸福の木みずみずしく育てれるんじゃないかなと思います。乾燥に強いので土がねカパカパになっても割と大丈夫なんですけど、まずはこう水分をですね葉っぱから切らせないということが大事です。でも幸福の木って枯らしたりしてね抜いてみた人たちならわかると思いますが、キロバドラセナもです。根っこがねヒゲみたいに小さいんですよね。だから根腐れとかなりそうな気がしますよね。もちろん冬場ドブドブあまりやりすぎてるとですねなる可能性は高いんですけど、もともとこの幸福の木もヒロバドラセナも根っこがあまり生えていなくても元気に葉っぱを出す植物です。もともとは原木はですね根っこが出てない原木をブスッと刺してね葉っぱを出して根っこをこう土の中に生やさせる、そういうふうにして大きく大きくしていく植物なんですけど、ね、根っこが弱いんで発泡スチロールとかでよく固定されていますよね。グラグラするんで、ね、だから水を吸う力っていうのは若干弱いんです、ね、若干弱くて乾燥にも強いんだけど水もいる。だから簡単そうで結構難しい植物なんです。でも僕が言っている今みたいなコツを覚えておけば結構簡単です。だから皆さんがね思っているよりはですね、僕たちはね水ドブドブあげるのに慣れているんで割とこう多めにあげますけど、皆さんはねドブドブやるのに慣れてないんで逆に若干多めかなと思うぐらいでも大丈夫だと思います。リアルな話を言うとですね、この重い幸福の木、このね鉢のね半分までは言いませんが3分の1程度ぐらいね水つけてても割と大丈夫です。僕たちはですねだいたい1月に1回しかメンテナンス交換に伺わないので、幸福の木といえどお水しっかり貯めて次の月にまた行きます。その次の月に行く時にしっかり乾くぐらいの水の量を上げていきます。それにはやはり今言ったように3分の1ぐらいお水を貯めていく、まあ、場所によってはですね半分ぐらい貯めていくところもあります。日陰の場所、日がよく当たる場所、暖房がよく効く場所、暖房があまり効かない場所、そういう場所によってお水の量って変わってきます。ここはね皆さんがしっかり観察して調整していく必要があります。はい、これぐらいがですね幸福の木とヒロバドラセナの僕なりですけど、まあ割と簡単に育てるやり方です。いかがでしょうかね。同じだと思っているのでこれ購入してきて同じような場所に置く人います。まず一番大事なのは幸福の木は暖かいところに置く、そしてヒロバドラセナはあまり暖かいところに置きすぎない、これが大事になってきます。この2つをですね間違えたら非常に枯れやすく傷みやすくなります。ポイントはねこの1点だけです。いろんなところにはですねあまり考えなくてもいいと思います。2つとも耐陰性はあるのでがっつり日が当たるような場所じゃなくてもだいたい
大丈夫です。それぐらい強い植物になっています。よく僕はね、幸福の木、不幸の木になりますとか言いますけど、上手に育てれば割とね、このままの状態綺麗に保つことができます。僕は6年ぐらいね、美容室で購入されているこの幸福の木を僕が管理して、ずっと綺麗な状態で育てているところありますね。大きくなりすぎて幽霊みたいになったりすることもありますが、間引いたり葉っぱの掃除をしたり、茶色くなった葉っぱはしっかりカットしたりして、適正なやり方をですねやっていれば、この幸福の木もずっとずっと元気に育つことができるんです。ただ皆さんが難しく思っているだけ。結構簡単ですよ。先ほども言ったように、僕たちは月に一度しかだいたいメンテナンスに伺いません。その月に一度だけのメンテナンスで約6年ぐらい幸福の木も元気な状態で育てれる、こういうことなんです。とても簡単なこのポイントというのをですね、抑えることができたら、すべての植物たち案外簡単に育てることができます。いつも言っているように、皆さんと僕の地域違います、違いますけど、お家の中の環境というのはほとんど同じです。皆さん快適なお家で暮らされていると思います。植物たちもですね、同じような快適な空間で育ててあげてください。そのためにはちょっとした性質を覚えておくと、もっと快適で簡単に観葉植物は育てることができるようになります。はい、今回ですね、ヒロバドラセナと幸福の木、冬場のちょっとした簡単なポイント解説してみました。ぜひ参考にされてね、育てられてみてください。とてもね、やっぱりゴージャスな植物です。これ一つあるとですね、すごいボリュームあるし、他の植物ってあんまりいらないと思います。小鉢なんかがですね、周りにちょんちょんちょんとあって、これがドンとあればですね、非常にお家の中が明るくゴージャスに、そしてみずみずしくなると思います。一番最初に言ったように、心の選択してくれる植物です。ぜひ参考にされて楽しまれてみてください。それでは今回こんなところで、バイバイ。